猫アレルギーらしい猫ひろしさんって書いてるんですけど、本当ですかね。猫はあまり受け付けないですかね、猫ひろしさんね。選手もあんまりトライアングルってイメージないんですよね。どっちかというとタッグの方だったから。そうですよね、ずっとハネさんとあれですよね、タッグ組んでましたもんね。高橋のゴングが鳴りました。トライアングルイブンタイトルマッチ。絵も言われるに見合いですね。これはあの3人で戦う時のね、まあ、あのロックアップする時どうするかっていうと大概もみんなね、はい、こう警戒し合いますよね。そうですね、もう相手の目を見て決めますね私は。ああなるほどなるほど、はい、この中で捕まったのはチャンピオン。さあこの試合なんですけども、チャレンジャー同士で勝敗が決しても王座移動ですね。勝った選手がチャンピオン、はい、そうですね、はい、チャンピオンが自ら負けずとも、王座が移動してしまうという、はい、そういうルールです。さあそんな中必然的にチャンピオンが狙われます。チャレンジャーが、まあ、普通だと勝てっこない選手が勝てる可能性が高い、ね、そうですね、はいはいはい、多分今シングルでキュウリ選手が持つ選手や猫選手が勝つのはかなりまあ、はい、難しいと思うんですよ。実際やったんですよ、あの道場で2人のシングルをやったんですけど、はい、まあ、どっちもキュウリは負けましたね。普通に言ったらやはり体格で劣るね、はい、キュウリ選手が一番不利なわけですけども、このトライアングルルール何が起こるかわからない。はい、おこれやっぱちゃっかりした試合運びができるかどうかですね。そうですね、まあ、ちゃっかりしないと勝てないですよねこれね、だから前アイスリボンにずっと参戦してた頃の高橋七重選手って、はい、結構トライアングルこの不景気式の試合やってるんですけど、ほとんど勝ったことないです、ね、もう一人でしたよね。もう一人は高橋七重、はい、勝ち負けに関わらない、さすがに七重選手から取れないんだけど、勝つこともできない。ああいう真っ正直なファイトにしたら逆に勝てないんですよ。正直者が若を見るという、はい、そういうタイトルですね、はい、なんかこう戦略的であったりあざとかったり、はい、腹黒かったりする人がこの世で、そうです。っていうとも猫さんそういう感じなんですかね、腹黒い感じなんですかね。うまいんですよ、うまいですよね、気を見るにビンというか。あーなるほど、はい、実際のアイスリボンの選手の方で誰が一番腹黒いですか、はい、それはですね間違いなく福士ですね。はい、はい、今答えが出ましたね。福士選手がアイスリボンで最も腹黒いと、はい、いうふうに言いました。間違いないです。間違いない。はい、いや、やっぱりってみんなやっぱりって言ってますね。結構定着してですね、これね、ファンの皆さんの間でも。そうですよね。あ、いっぱいいますけど、やっぱり福士ですね。まあこういう場で言えるのは福士選手っていうことですね。まあ、あのシャレになんない腹黒い人って絶対言えない、はいはい、言えないですから、ね、みんながなんでなんでっていう人は多分言えないんですよ、はいはい、あと僕あの藤本さんに聞きましたからね、藤本さんその対象外でしたからね今ね、はい、そりゃそうですよ、自分とは言わないですもんね、もちろんね、はい、周りがどう思ってるかは分からないですけどね、はい、福士さんところでございます。さあそんな中トライアングルにも進んでおります。これまさにトライアングルだと思います。今福士選手は、はい、あのまあ、今一生懸命関節技をこう使っ、まあ、勉強もしてるし使ってるキュウリですか、あキュウリ選手、はい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 、使ってるんですけど、はい、トライアングルでの関節っていうのはよっぽど、まあそうですよね、出しどころをうまくしないとカットされちゃいますもんね、ギブアップは取れないですからね、はい、それでもやっぱり得意技だけにね、やっぱりそこに持っていかないと勝てないっていう自分の意識もあるでしょうからね。そうですね、うん、その辺はなかなかね、あの流れを見てやらないとなかなか勝利しないですから、うん、ね、これは巻き込まれた形にいかね、こう目をつけます。いい、ここ最近ね、あの何だっけ、メタボリックサンド、サンドあれが猛威を振るってますからね、はい現在来日中の AJ スタイルズがね、はい、果たして知ってるかどうかという、はい、
やっぱり両国の AD 一戦の決まり手がね、メタボリックさん。メタボリックさんがコールされたら、これはもう素晴らしいことですよね。すごいですよね。すごいですよ、はい、今日からメタボリックさん。俺のこの技はメタボリックサーブで名前を変えるってぐらい AD が言ってくれたら。いやーそれー言ってほしいなさあそのメタボリックサンドが出ればこれはねかなり宮城もしの勝利は高いのではないかなと。そんな中メタボリックサンドってやっぱ入るのに時間かかる、時間かかるんですね、はい、うん、あんまり実はトライアングル向きじゃないんですね。これがキミストックのこれキミストックこれはね、多分同じことをやらせると、はい、あのまあ、体型的にも多分持つ選手息が上がるんですよ。あ、おお、ここを狙ったんですかね今ね。こうしてアッパー、これはキューリングカット、あれがトップの成果ですか。うさん、がっかりですね。そうですね、今のは昇竜拳ですね、はいはい。躍動するキュウリ、はい、形的にはまあ女子プレゼントのネックブリーカーなので、うん、まあ、アブドーラ小林選手が使うヘビーローテーション。アブドーラ小林ってこれなんですか。そうです、あ、そうなんです。前はスリングブレードスリングブレードじゃないですか、はい、そうですよ、ね、小林選手が言うには、はい、両腕がかかるようになって完成したと。あ、ヘビーローテーション、それ昔から女子プロでやってるネックブリーカーじゃないですか。はい、なるほど。はい、アイスリボンのファンにとってはもう本当にもうあのどうでもいい情報でしたけどね、今のね、はい。さあそんな中、あ、ジャパニーズでクロールクラッチ、これは宮城もちがカットに入る。なんだなんだなんだ、ここから持ち上げますよ。おお、そして振り回して、おお、さらにいい技ですよね。いいですね。彼女の体重があったこと、ブラックホールスラムのようになりました、はい、はい。お、これ猫選手もなんか狙ってますね。おー、リットクロー、おー、これミサイルキックを腰のあたりヒットさせました、はい、これでちょっとモッチ選手はしばらく動けなくなるんで、実力的には一番多分劣るキュウリ選手に勝負出れますね、はい。サイドバスターからちょっと空中に4回転に行こうとしてます。いけるかいけるかいけるか、おお、しかしかわされしまった。ちょっと長かったか、猫がかわされた。そしてフィッシャーマンバスターか、フィッシャーマンズスープレックスホールド、おお、かわしましたね、ワンってかわしました。さらに入ってきた宮城、ああ、すげえすげえテンズプレスこの人のテンズプレスは本当にすごい。これはちょっと絶好のチャンス。あ、来ますよ来ますよ、メタボリック、さあ尻尾を使って張る張る張る、尻尾による張り手というか張り尻尾、顔の上に落ちなかったバーストクラッカーと、そして顔の上のプレスになってしまった。おっとっと、うまく逃れた。アーキューリー丸め込む、首が丸め込む、うわ、まあ、猫は丸くなって当然ですからね、お願いします、はい、昇竜拳、あ、来た、シェルさん、これで猫ヒストラルで3カウント。これもちょっと最後スタミナ切れですかね、キュウリ選手ね。いやー、キュウリ勝てると思った、勝てると思った、フリコさんはキュウリ選手が勝てると思ったと。いやー、猫さんの壁は意外と熱かったですよ。いやー、まあね、このルールだと、うん、あのやっぱね、スタミナある選手強いですね。あ、そうなんですね、動きのある試合になりますからね、はい。彼女がずっとこのルールで勝ってるってのはやっぱフルマラソン当たり前が発生するのでかい、はい、あのプロレスアトムとかそれだけでは多分最後とかで体がついてる話になっちゃうから、はい、本当にプロレスアトムがあっても体が動かなかったですね。で、猫さんが入るとやっぱり試合がそう動く展開になるので、はい、まあ、そういう意味では新田猫のプロレスだったかなと、はい、そうですね、誰が崩すかですね。ピリモさんいかがですか。いや、ちょっとそろそろ私も行こうかなって思ってるんですよね。トライアングル行きますか。トライアングル小説家ですからね、私は。はいはいはい、はい、
していきたいと思います。はい、さあ、ニコヒロさんからベルトを巻いてもらいまして試合に行ったら手を挙げます。また神テープがもう来たらもう飛びつく、ね、なんかやっぱりこう何回やってしまうのはこう芸人の差がですね。受け取り方は芸人じゃないですけどやってしまいます、ね、この人は猫なので、はい、そう、猫ひろさんも連れてってあげて。合わないですね、この2人。大丈夫なんですか？ちょっとかかってきてしまった。いやいやいや